1月26日、前外相の重光さんは、追放時代のゆかりも深い神奈川県湯河原の別荘で突然亡くなりました。居合わせたのは別荘番ただ一人だったと言われ、長女の花子さんは涙に暮れています。急を聞いて駆けつけた岸外相、松本慎一氏らも最後のお別れをします。68年、松葉杖に不自由な体を支えた重光さんの生涯は、悲劇の外交家とさえ言われる通り、苦しい日本の歩みの上に託されたものでありました。12年前、水利号の上では敗戦日本の全権として降伏文書に調印。10年の後には再び外務大臣として困難な日ソ交渉の取りまとめに骨身を削り、そして日本の国際社会復帰に際しては自ら代表となって国連総会に出席しました。常に世界の花道を踏むという多彩な生涯でありました。